アフリカと日本、そして世界をつなぐ NAFCONNECTS for Africa and the World、イリーナです。今回は日本に住んでいる Great Africans のインタビューシリーズで初めてのインタビューなんですけれども、今日は日本でとっても有名なアフリカ人タレントで格闘家で実業家のオビ・オロゴンさんに来ていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、本当にこの素晴らしいチャンスをいただけるなんてすごく幸いでございます。ありがとうございます。今日はお忙しい中来ていただきました。日本でタレントとしてのキャリアを始めたのはいつですか？基本的にあれこれ数えて 2,3 年になりますね。 2,3 年ですか？はい、基本的にアフリカは3年ぐらい以上3以上数えるといっぱいいっぱいになる、うちのお母さんの場合はねだから始めたの99年かけて2000年だから 2,3 年以上だよ。それも20年ですね。あ、なるのまあそれは冗談なんだけど、でも日本にいて楽しいなって毎日感じてますね。テレビに出られるきっかけは何だったんですか？いや、きっかけとかはないんだけど、たまたま渋谷の街を歩いてたら、あの道端インタビューみたいのがあって、そのインタビューされて、あなたはちょっともしかして面白いな、その意味がわからないまま、あのこうなっちゃいましたっていう形ですねわかりました。今は個人事務所アレムコプロダクションをされているようですけれども、はい、芸能界を目指す他の外国人の方も入ることは可能ですか？当然当然、やっぱりあの日本はチャンスある国だから、自分の運を試すべきだと僕は思うので、そう思ってこの事務所というのはあの始めたんですけど、当然そこから始まって、あのでも僕の場合はあの外国人なんだけど、はい、こう見えてでも私たちはどうしても急ぎ癖がついてるんですよ。今日入って今日から仕事ドンってやりたいという方はいるので、はい、まず入るのは特技はってよく聞かれるたりとかするんだけど、その得意ものを持って入るのはチャンスにつながるっていうのは僕は思いますね。僕の特技は例えば1年の笑いを3秒にまとめて笑うことできるんですよ、はい、やってみてください。バカ野郎、できるわけねえだろみたいのが特技だったりとかする。じゃあ、 あの家族について、はい、あの聞かせていただきたいんですけども、はいはい、奥様のこと愛してますか？当たり前だろ愛してやまないよ。早く帰って顔見たいぐらい。あ、日本にいねえわ今気づいた。娘さんがあの勉強したいって言って、あるところで勉強したいって言って、娘だけだと心配じゃない。そうです、ね、でお母さんもついていかないと、はいはい、そうですね、今ちょっと離れ離れに暮らしているってことだったんですけれども、はい、そのテレビを拝見する限り、はい、とてもあのお子さんたちと仲が良いというか、いい関係を保たれているように見えるんですが、はい、その子供たちといい関係を保つ秘訣って何かありますか？まず月1回お邪魔するし、会いに行くし、あとはまあ1日1回なるべくあの LINE 電話、LINE 電話でビデオでもして、ちゃんと君たち見守ってるんだよっていうのをメッセージを送りながら、だから昔だったら離れ離れ強えるけど、今は本当に世界は手短になったので、だからコネクトする意味ではあの世界はつながってるから、だからこのナフケンコネクトっていうのを昔からお邪魔できたらななんて思ってましたね。ありがとうございます。世界につなぎなきゃ意味ないだろ国際結婚についてなんですけど、そんなボビーさん国際結婚されてると思うんですが、え、うちも国際結婚ですか？え、そうなの？違うんですか？あ、確かにうちの妻は日本人だ国際結婚のジャンルになる、そう考えたことなかった。一応、はいあ、マジで？でもあの向こう一緒に住んでたんですよ最初。あ、
うちの奥さんと、だからその辺は国際結婚は感じたことなかったし、ただし日本に戻ってきた時は、あ、俺は外国の人だって思うようになって、はい、そのチャルになってくると国際結婚にはなるんだけど、でも国際結婚も国際じゃない結婚も同じ結婚に変わりはないんじゃないかな。